どうも、みなみなさま、こんばんは、すすです。というわけで、今回は、無課金のかなり心強いお友達の、バーバラちゃんですね。このキャラクターが無課金では手に入れれなくなるのではないだろうかというお話を、少ししていきたいと思います。それはつまりどういうことかっていうと、普通のオプションのここのお知らせのところを見ていただくとわかるんですけれども、はい。では、お知らせを開くとですね、こういうページが、出現します。で、右上ですね、重要とイベントっていうところがあるんですけれども、そこのイベントっていうところを触ると、で次は、イベントのページになります。次ですね、その左下に、ちょっと隠れてるんですけれども、ここが、今回話すところの一番重要のバーバラのイベントのページに飛ぶことができて、ここですね、バーバラキラッと登場っていうページになります。で、ここをいろいろ読んでいくと、なんかいろいろと文字が書かれてるんですけれども、それをちょっと読んでいきたいと思います。親愛なる旅人さんへ、 1.1 バージョンアップまでにキャラクターを作成し冒険ランク20に到達した旅人さんはゲーム内メールよりキャラクターキラキラアイドルバーバラを獲得できます。イベント期間、サービス開始時から 1.1 バージョンアップまで、配布方法はゲーム内メール、配布方法ですね。配布範囲だ。姿勢。1.1 バージョンアップまでにキャラクターを作成し、ここが一番重要。冒険ランク20に到達した旅人さんにのみ、バーバラが配られるというもので、一応バーバラはもともと冒険ランク20になったら手に入りますよっていう話はしてたんですけれども、これはまだ後で動画出そうと思ってここを言うのをちょっと、忘れてたというか完全にすっぽかしてました。失礼しました。冒険ランク20に到達したらもらえますよっていうのはあくまでイベントでもらえるというものです。なので冒険ランク20に行ったら全員もらえる、全ユーザーがもらえるというわけではなくて、もし、後々まだそういうイベントが来るかもしれませんが、基本的に今のところ、冒険ランク20に 1.1 バージョンアップまでに、行かないと、もらうことができません。で、バージョン 1.1 のアップデートはいつなんだっていうところのお話になってくるんですけれども、一応それはですね、公式、Twitter じゃねえや、公式ホームページの、上から左から2番目。ちょっとこれ PS4 の動画のあれなんで、ちょっと画像がまたちょっと、はい、乗っけるのがちょっと、なかなか難しいので、口頭説明になりますけれども、公式原神開いて、左から上のですね、ホームとニュースってあるんですけど、次なんかチャプターとかいろいろあるんですけど、ニュースのところを開いてもらって、次、お知らせっていうところが下にあります。はい。お知らせっていうところがあるんで、お知らせっていうところを開いていただいて、多分今自分が PC で開いてるんですけれども、次、下のところのモッドっていうところをやって、新しいやつをローディングすると、今後のイベント開催計画についてっていうページがあります。今後のイベント開催計画についてっていうのがあるので、それを開いていただくと、中段あたり、文の中段あたりにバージョン 1.1、バージョンアップ予定日2020年11月11日、開催予定変えらぬ、なんだこれ、構成、ちょっと漢字がよくわかりませんけれども、っていう風に、バージョン 1.1 の予定が書いてあります。まあ、あくまで予定ではあるんですけれども、基本的にこのあたりが目安です。早まることはないです。基本的にまあなんかいろいろアップデートがミスって、まあなんか先延ばしになることはまああるかもしれませんけれども、基本的にこれが早まることはないので、この日までに冒険ランク20に、上げとかないとバーバラを無料で手入れることはできません。で、このゲームって、なんか、心境螺旋みたいな、なんかそういう場所があるんですけれども、そういうなんかソロ限定モードみたいな場所があって、はっきり言ってヒーラーがいないとほぼ詰みます。なんか第5層とかになると、基本的にパーティーって今右に表示されてる4人じゃないですか。4人プラス、なんか、後半みたいな感じで、プラス4人連れていかないといけない、プラス、さらに、回復アイテムを使用することができないので、ヒーラーがいないと無課金だとほぼほぼ攻略がかなり難しいです。もう武器に、なんかそういう回復のですね、あれ能力つけるというか、あれもバトルパスか。の黒剣だったりとか、なんかそういうなんか武器で回復するとか、まあ、スキルで回復するとか、まあそういうちょっとなんかいろいろやっていかないと、ほぼほぼ、そこのなんたら螺旋はちょっとクリアすることがかなり難しくなってくるので、これは絶対にやっておいた方がいいです。冒険ランク20。これやっとかないと、おそらく後半、
後半そこの部分をやるのはかなり厳しくなってくるので、今のうちにバーバラを手に入れることをお勧めします。はい、というわけで、今回はですね、バーバラちゃんですね、ちょっと女神そうとしたらなんか変なアングルになっちゃった、ということで今回は、キラッとアイドル、バーバラちゃんですねのお話でした。無課金でやる方も、まあ普通の課金者の方も多分課金でやるとしても今のところヒーラーってあんまりいない、プラス星5のヒーラーばっかなので、やっぱりなかなかその狙ったヒーラーが当てれないっていうのはやっぱりあると思います。まあジンだったりナナだったりとか、まあそのあたりはなかなか、狙って回復を使うキャラクターを引けるっていうのは、まあ難しくなってくるので、まあ無料でかなり、いい能力を持っているバーバラは、まあ冒険ランク20にして確実に手に入れることをお勧めします。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。